います。そしてキーパーナムラが行く、レイアップ、決めてきました。これちょっと流れ出ましたね、向こうのディフェンスが、結構楽に打ててますよね。そしてお、キーパーナムラ、スリーポイント、また来ましたね、これそして来る、取りました、素晴らしい、決めてきました。速攻というところが一つ持ち味になります。シガル、アタックするのか、スピードもあるガドソンですが、回してナムラ、来ました、フェンスですよね、シガル、はい、あ、釣りましたね、ダブナがこのスピードを掴んでくる、決めてきました、待てるか、シガボール前にいた、そしてダブナから最後、いやー素晴らしい、流れるような攻撃になりました。次もオマラという2人ですが、今度はこのフッタガにダブナ行っています。この2人も非常に機敏な動き、スチール取った、ダブナレイアップ、いやよく見てましたね、今ムーニー選手の動きを、はい、つけます。そしてもう一度アートスミスが、ここもまたキーパーラベナ、あー通し込んでくる、リュープ、このボールはここはシガ、レイクスターズに出ました。そしてラベナスリーポイント、おー来ました、決めてきました、いやいい形です、じゃあとラベナからオマラ、あー決めてきました、寄っていったシガ、レイクスターズあるんですが、あー走れます、ここはあーうまくついた、ラベナ来ました、というフォールあったんですが、これね、ショダンカン選手がショーディフェンスして、アドショーしてきたんですけど、よくね、はい、かわしてもう1枚抜いて、このスミスのシュートはリバウンド、そうですね、今日スミス選手ね、はい、スリーポイントそこまで入ってないですからね、はい、あーうまい、ここは通りました、いやーいいパスだ、危なかったところだったんですが、あースミスがついている、ここは落ち込んでいきました、ダメだ、昨日京都プロオフェンスの力強さ、そしてスピード存分に見せてた両チームの対戦はこのゲーム2。It was a tough game. Of course, we wanted to win. Till the end, I think we had a chance to win, and that's the best chance that we could have facing the defending champions. I'm very proud of my guys. Everybody stepped up.We just have to take this experience playing against the defending champions to our next games in the future. We know how to compete at a very high level. Our last three games was Tokyo Alvark and now twice with Chiba. Even though we all lost, but I think for a very young team like what we have, in the long run, it will really benefit us.